あ、雷が。やめようやめよう。もうやめよう。これか。これか。まあこれからあのちょっと九州の試合続きますけど、まあその先で8月の中旬ぐらいからツアーが再開するんで、まあどういうイメージかな聞かせてもらいたいなと思うんですけど。いやー、イメージとしてはね、やっぱり勝ちたいよね。だったらね、一生とは言わず、とりあえず勝ちたいね、なんでもいいから。まあ、僕の中の、まあ、勝手なイメージですけど、ちょうど夏ぐらいからこうエンジンが取れてきて、こう秋口にかけてがすごいこうずっと調子がいいイメージがあるんで。うん、で毎年のことなんだけど、はい、春先と秋口しかね、くっついてないんだよね。夏場はね、勝ってないよね。勝っ一応ギリ夏なのかなっていうのがあったかなぐらい。まあ刀剣が春先でしょ。春先ですね。ダイヤモンドもどっちかって春だったしね。関西オープン勝ったのかな。関西オープンギリかな。まあ、でもそれでもまあもう7月入った。あの時は、ね、そうそうそう、ちょっと遅かったと。全日空は涼しいですもんね、割と。あれじゃないと、そうそう、ね、夏って感じじゃない、うん、もうちょっとね、もうあとカシオでしょ、ブリヂストン、まあ、ブリヂストン全然秋だもんね。秋ですもんね。そう、夏がね、いや昔はね、はい、KBC もね、はい、あのグリーン改造する前は、はい、2位2回あるし、はい、あのそんな苦手ではなかった。あのまだ 80g ぐらいのダブル X 使ってる頃ですね。ちょっと思い出せないけど。あのそうそう、やっぱりね、ケアもやっぱりグリーンがやっぱりすごい高速グリーンになって、そうですよ、ね、グリーンが結構硬くなってからはあんまりいいイメージないかな。まあ本当2019年2日目まではさ、はい、いいスコアだったけど、はい、3日目4日目崩しちゃってさ、結局終わったらそんなスコアだったかみたいな感じ。部屋の高麗グリーンってやっぱなんかこう本当なんかこうオリジナルですよね。いや、まあ、高麗グリーンないですよね。まあほらアジアとか行ったらちょっと高麗っぽいグリーンあるじゃん。高麗バミューダみたいな、ジフトン系の、はい、全然違うもん。なんだろう、ベントリー速いし。そうですよね、高麗グリーン冬の高麗なら速いイメージわかるじゃん、はい、もう滑ってる感じですね、球がもうしばらく夏なのにこんな速いのと。しかもさ、でもどこかで高麗っていうイメージがあるからやっぱ打っちゃうわけよ。はい、さあっていくしさ、特にあの16番のグリーンって、はい、ケアの16番あの木がね真ん中にあって、そうで距離もまあまああって、まあ、勝負どこになるホールですよね。そうなグリーンも結構まあ改造しちゃって左落ちるようになったんだけど、まあどでも傾斜はやっぱすごいね。はい、もうどこに乗せてもさえぐいっす。まあほとんどがよっぽど左手前に乗らない限りは上りがなくて、ほぼみんなスライス系の下りが残るから、なんかこうグリーン、まあそっちから見てグリーンがこうあったらもうこういう感じですもん、ね、そう、こんな感じでこっち行っちゃったらこうわーって行って、こっち行ったらバー行くし、それこそこの背の反対側のピンに向かって打つパットがもう地獄ですよね。そう、やっぱり16番のうまく抜けた時って、はい、まあ、その日1日スコアいいとか、うん、まあ、やっぱ勝負、本当最後の勝負どころになるんだよな、あそこが。そうですよ、だから本当こう見てる側はすごいこうエキサイティングな上がりですよね。あそこで難しいホールがあって、ティーショット、セカンド、パターまで完璧じゃないとあそこはバーディー取れない。やっぱティーショットもほぼほぼこの時期アゲンストなのよね。あのキーさ、何のないとあの風がないときなんか楽勝で越えていくのに、はい、急にこんな風になってるからパサパサって木の上になる、まあ、海がね横にあるから余計でちょっと風が普通のところよりも重たいのかなっていう感じしますよね。まあ全部のホールがそうなのかもしれないけど、特に終盤最後の方で勝負かかったときは、はい、あそこをどうクリアしていくかって、まあ、まあ、その前にさ、あその後かやっぱ富士山系とかってさ、はい、あそこもさやっぱすごいじゃん。まあもうも、まあ、モンスターコースというか距離が、まあ、名物でいくとあの5番ホールの535ヤードのパー4ですよね。あれはないね。
ね、もうアメリカでもね、なかなかないと思うよ、まあ、あのセッティングのパー4。ある有名、もうすごく温厚な有名プロがですね、聞いた話なんですけど、その、まあ、セカンドティーショットも完璧で、セカンドも完璧なのが、ちょっと転がって、右のラフに外れて、まあ、右手前のピン、あの池の近くなんですね、で完璧なアプローチを打ったらしいの、そしたら勢いがついちゃって、池に入って、まああの、切れないプロが笑顔で。こうだよ。何言わないのその顔見てもこうだいかなと思った。もう市原プロですけど、市原プロで、いやほら、ベイントの芝だからハーフでも絡みつくのよ。だからうまくスッと切ってもやっぱちょっとドロップ回転になるし、そのポンポンってピッてならない、どうしてもこういう傾斜だし、 あそこ相当強いですもんね、傾斜、うん、だからもうでさ、ちょっと飛ばなかったらさ、もう余裕で240クラス残るじゃん。240クラスの左全部行け、はい、でピン右手前こんな幅しかないのよ。まあ言ったらもう本当に何メートル、4メーター、もうこっちから見たら1メーターぐらいしか見えないぐらいの、もう本当にもう本当もうね、畳1畳みたいな、そんな風に見える景色でもね、俺あのホール意外にパーリーすごいですね、あのホールですね、めちゃくちゃ集中するのよ。5番アイアンとか4番アイアンぐらいで左から池の方からフェードでぶつけていって、あれね、ドロー系の選手って池に入る、セカンドそのまま、ただ右サイドのフェアウェイにないとフェード狙いにくいじゃん、木がせせり出てきてるから、フェアウェイの左サイドだったらどうしても右から狙っ、ちょっとドロー系で行って邪魔になっちゃう、行くのね、みんなで捕まりすぎて池で逃げすぎて右外れるのパターンが多くて、グリーンキャッチしたとしても転がって池入るからさ、ドロー系の選手って。でも俺は思い切って一番手上げて、はい、左の池を思い切り向いて、あそこはこうぶつけてフェード系で攻めてくる。そうすると傾斜こうだからドンって止まる。なるほど。ただ距離がやっぱりある程度飛ぶ選手じゃないとそういう攻め方できないじゃん。だからユーティリティ持っても、はい、もう池を池に入る覚悟で打たないと、もうやっぱバーディーが取れない。で池を逃げて右から行けば行くほど池に入る、あのコースは。まあ、基本的にはミスショットしたらもうボギーいいと思う。で、やっぱりその中途半端な、はい、その5、60ヤードではなく、はい、まあ、しっかりその、なんだろう、100ヤード。いや、100ヤードだとバックスピンかかっちゃう。あ、そう、戻っちゃうか。120、30ぐらいですかね。120、30から逆に言えば70、80。あ、それ以上飛ぶとちょっとまた中途半端で難しいから、はい、そのそこに残してしっかり3打目を次1メーター、2メーターぐらいの上りにつけるっていうのがもうあそこの鉄則であって、そう、あのかといってやっぱベント芝だから、はい、あのなんだろう、思ったり突き刺さったりして逆に飛ばなかったらもう一回行けとかあるんだけど、だから難しいよね、はい、あれがね、左がバンカーとかだったら、はい、まあ、正直分かる。池っていうのが専門でペナルティ、まあ、グリーンの手前と奥の幅が50ヤード以上ある、50ヤードぐらいあるじゃないですか、はい、長いですね。でピン一番やっぱ奥切るときあるし、はい、そうなったらもう550ヤードじゃん、はい、もう奥だよ、ね、もう逆にね、奥なんか奥行っちゃった方が次上りだから、はい、奥のアプローチの方が楽なの、はい、楽ではないけど、まあ、難しい。だからもう奥がもう奥行ってもいいよぐらいの感じで振り、みんな振り切るから逆にピッタッてついたりするわけ、はい、